はい、今回はですね、GoPro が出ていますカルマグリップのですね、セット内の紹介と、GoPro から出ています同じく Hero 5 Black のセットする方法についてね、ご紹介したいと思います。まずは、カルマのセット内容なんですけれども、外箱、本体とリングと USB 充電用のケーブルと固定用のバンド、一応ストラップはもう最初からついているのでって感じなんですけども、あと本体となっています。はい、それぞれ軽くなんですけど、まあバンドはそのまま本体を固定するためのバンドになっています。充電用のケーブルなんですけれども、続いて、USB Type C から Type A に変換するものになっています。ただし、USB Type C だからといって、USB 3.0 で必要がなくて、単純に充電用のケーブルなので、片方は Type A でも USB 2.0 でも OK というふうになっています。なので通常のモバイルバッテリーとかでも充電できます。後でね、充電するときの電圧とかも計測して測ってお見せしようかなと思うので、実際見ていただければいいかなと思います。はい、あともう一個リングなんですけども、これはね、カルマグリップのこちらこのラインですね、ここにセットすることによって、今まで GoPro 系の、アクセサリー、三つ股のやつですね、を二股と合体させて固定するものを使うことができます。 GoPro ね、ここら辺はまあ介護感というか昔の互換があって、他の、パーツが流用できるっていうのはいいかなというふうに思います。結構ね、この三つ股タイプの固定器具っていうのはいろいろ安く売っているのでありかなと思います。こういうのはいいですね。はい、本体ですね、こちらになっています。接続はですね、こちらちょっと見えにくいんですけれども、タイプ C とマイクロ HDMI の端子が出ています。ここらのに、今回でしたら GoPro 5のブラックで、あとシーズンとか4なんかをセットすることになっています。ケースの方はですね、こちら、本体と先ほどのオプション3つですね、アクセサリーパーツ3つをセットすることができます。しまうとこんな感じですね。よいしょ、よいしょ、リングですね。はい、こんな感じでしまうことができます。はい、はい、それではですね、早速ですけれども、GoPro 5 Black ですね、Hero 5 Black の方をセットしていきたいと思います。見た、先ほど説明した通り USB Type-C と Micro HDMI を接続するので、こちら本体、Hero 5の左、右側、正面から右側ですね、こちらのパネルを取り除く必要があります。取り除き方はとても簡単で、ずらして開けます。ちょっとコネクタ見えますね。で、横にずらしてあげてから下に引っ張ると簡単に取れます。ここのね、形状を見ていただければわかりますけれども、まっすぐ下までは取りにくいので、ちょっと若干奥側に向けると下に引っ張りやすくなって取れやすくなっています。はい、取った状態で、こちらカバーを開けて刺していきます。このスライド自体はですね、他にずれて刺さらないようになっているので、特に刺さりミスというのはないかなと思います。で、そのまま奥に刺していき、刺し終わったら固定します。固定できるということはきちんとコネクタが接続されているということになります。あとは電源を入れると起動してくれます。電源を入れていきます。はい、しばらくすると USB 接続済みになって、はい、認識しました。操作方法なんですけども、軽くご説明すると、モード、電源ボタンですね、を押すことで、写真とかタイムラプスですね、連写に、切り替えることが可能です。ただね、各動画とか写真とかの設定については画面をタッチして操作するしかないので、割とここでするのはめんどくさいので、事前にね、写真だったらこれ、動画だったらこれっていう設定にしておいてセットするといいかなと思います。当然ね、電源入れる前にやってもいいですけどね。で、上の赤いボタンで録画で、下のこちらの鍵のマークですね、通常はこちらを押すと残りバッテリーがわかるんですけども、起動している状態で押すとチルトロックですね、今こうすると動くんですけれども、動かないで固定することができます。よいしょ。ですね。
はい、そんな感じですね。大きくはそんな感じだと思います。はい。一応後ろにここ充電ポートがあって、USB Type-C を挿すことができます。で、電源供給しながら使用することができます。で、この起動しているときには GoPro 5 Hero の方にも、GoPro Hero 5の方にも電源が絶えず供給されているので、もし本体がなくなったときですね、とかはね、だいたい GoPro 外せばだいたい充電が満タンになっている。まあ状況によりけりですけれども、なっているので、そのまま使えることができるので、まあ、カルマグリップがなくなったからといって GoPro が使えないかということはないということですね。はい、ついでなんで話が出たので、充電していきたいと思います。一旦電源を切らしていただいて、で充電です。 LED ランプは4個なので 25% ずつですねになっています。はい、ちなみに充電なんですけれども、だいたい 5V 1 A 程度必要になっています。なので、モバイルバッテリーでも充電することが十分可能になっています。最近のモバイルバッテリーであれば 5V、2 A とかにも対応している、2 A 以上ですね、対応しているものがあるので、古いバッテリーでも充電することが可能というふうになっています。でプラスアルファですね、充電しながら使用することも可能です。なので、外出先で長い時間、例えば車であればシガーソケットから USB に変換して電源供給、リュックであればモバイルバッテリーなんかで電源供給しながら使用することも全然可能かなと思っています。最後にね、リングですね、のセットですね、先ほどこちら、二股を三つ股と接合するぐらいですけど、こちらのセットの方法だけ紹介して終わりたいと思います。はい。まもなく出るであろうカルマのドローンにも、この接続先のね、スタビライザー部分を外してセットすることが可能です。なので、ここの工程自体、外す工程自体は一緒かなと思います。一応ここにですね、鍵マーク、ロックマークとアンロックマークがあるので、そちらをこの部分ですね、を回してあげます。することで、外すことが可能になっています。で、こちらもね、USB Type-C のものですね、なっていて、こちらに接続タイプのものが、なんかあるかな、見えるかな、ちょっと見えるかな、はい。で、リングなんですけれども、リングセットするときの注意ポイントとしては、とりあえず最初開けておくことと、溝になっている部分が下ですね、であることです。で、こうしてあげて、刺して、ロックします。で、自分の好みの位置に合わせて、このボルト固定することが可能です。ちなみにね、これ真後ろにした方が、前にした方がとかいう気がするんですけれども、操作の加減でね、カバンとかにこれをつけた場合ね、正面の位置でない方が良かったりするので、こうフレキシブルに変えれるのはいいかなというところです。これでね、例えばネジ穴、カメラのネジ穴変換とかをつけて三脚につけることも可能となっています。はい、以上です。ざっくりですけど、今回紹介しましたのは、GoPro から出ていますカルマグリップですね。こちらのセット内の紹介とセットアップ、その他ですね、もろもろ説明させていただきました。はい、以上です。またね、この動画終わった後、外部に出てね、実際の使用してみた感じとかも上げていきたいと思いますので、見ていただけたらなと思います。はい、以上です。